つ。こんばんは。すごい。モフェリアスさん。はい。こんばんは。よし、できた。じゃーん。誠一、じゃんけん反戦、じゃんけん大会反戦決定、おめでとう。イエーイ。まさとさん、クマありがとうございます。スイカ、スイカ、スイカスイカ待ってる。おめでとう、おめでとう。はじめまして、ありがとうございます。声優地書いてみた。見てない。そう、予選はまだないなかったんですけど、あれです、7人枠が7人で、あ、初見の成長してありがとうございます。そう、7人枠がいなくて、他に1枠だったんですけど、私たちがちょうど7人で、何なんて言えばいいんですかね、なんて言えばいいんじゃな予選パスっていうか、そう、パス、そうそうそう、で本戦出場が決定しました。イエーイイエーイ。楽しみ。愛知だって。愛知、愛知ですよ、初めて行く。ロシア語やめたの？そうそう、なんかロシア語なんか分かりにくいって言われて、そう。イエイイエイイエイ。そう、愛知初めて、楽しみ。カモの方も確かに初めて、初めて。セイナさんは
じゃんけん強いらしいですね。任せます、もう任せますどういう意味ですかって聞かれるいい名前だったのに。そうそう、だから私も好きだった、結構気に入ってたんですけど、そう気に入ってたんですけどね。お、町達さん、クマ2つありがとうございます。イシケンマシーンさん、花束、花束、町達さん、花束10個ありがとう。町達さん、あ、クマのあれ持ってないわ、クマの8月ギフト、8月ギフト持ってない。プンさん、クマありがとうございます。スンさんさん、ハートありがとうございます。クールシュだっけ、そっちに取りました、ね、モールシュ、モールシュ、そう、白熊にスイカ、あ、白熊は白熊ですね、白熊にスイカがないや、ごめんなさい。そう、モールシュ、いろんな言葉で書いてみて、声優って、え、わからんわからん。ブーメイさん、はじめまして、ありがとうございます。クールシュクーリッシュじゃんそれ、オフェリアスさんの。ゆてつさん、おひさ、あ、お久しぶりです。ベンゾーさん、ハート。スーさんさん、いいね。ヨタビーさん、ハート。ベンゾーさん、ハート。ヨタビーさん、いいね。ベンゾーさん、ハート、ありがとうございます。8月ギフトいっぱいね、モールシュかわいいけどね、それね、そうですよね。そしてそして、あ、孫さん、初めて誕生ありがとう。タカさん、やっとテスト終わって、明日から夏休み、お疲れ様です。3回くらい勝ち抜けば曲もらえる。そうなんですか。そう、そして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 、今日は今日はそんなそんな福岡スイナさんのお誕生日です、イエーイさん、誕生日おめでとうございます、イエーイおめでとうございます。そうそう、今同い年なんです。私が一個上なんですけど、私は遅生まれ、早生まれか、早生まれだから、そう今同い年なんです。え、来てくださってるんですか。そう、一個下だな、なのにオムライスめっちゃ上手だったの、やばいやばい、すごいね、その先生ありがとうございます同い年ってことは14、え、 14? そう、追いつかれたアリンコさん、あ、アリンコさんありがとうございます。俺嫁どういうことだ。みち誕生日に欲しいもの、あ、そうそうそう、そう昨日せいなさんに、だから、あの、私いつも友達の誕生日とか、あの0時00分にそのなんだっけ、ね、20歳じゃないですよあのお友達の誕生日とかは20歳、20歳じゃないあの24時になったらぴったりに送るタイプなんですよ、結構。そう、メッセージ、バースデーメッセージを。そう、だからセイナさんにも送ろうって思って、そう打ってたんですけど、そう0時01分にね送ってしまった、惜しい
無音で見てるよ、いつき、いつき、無限オタクさん。大まか。そうそうそう、0時01分に送りました。あの、おめでとうございますって、よろしくお願いしますって、惜しいって何番目だった？え、分からん。二十歳って言葉知らないのか。知ってますよ、知っとるわ。1分遅れ。そうそうそう、リックさんこんばんは、おやじさんこんばんは、せいちゃんからの返信は来ました、優しい。3回じゃんけん勝てるかね。じゃんけん1対1になるとは限らない。確かに。え、あれですか、なんて言うんだっけ、あれなんだっけ、あのなんて言うんだっけ、なんだっけなんて言うんだっけ、ああいうの、あれですよね、わかるわかる。勝ち抜き戦、豚殺し、え、豚殺しって言うんですか、対話。なんて言うんじゃろ、勝ち抜き戦、トーナメント、わからんわからん。せんなさん来てくださったんですか、さっき。うーん、嬉しい。総当たり戦、あ、総当たり戦かも。勝ち抜きなら大人数より大人数だった。そうですね、そうですよね、私もそう思う。そう、聞いて、しかもあの、もともとはとろみつこっこであの組んでたんですけど、私は。そうだけど、その STU の矢野ほのかちゃんと菅原咲ちゃんと大谷まりなちゃんと合体したんですよ。そう、合体して、で福岡せんなさんをオファーして7人になったんですけど、そのさ、みんなさっき好きな赤ベイダーさんと孫さん、さっきさっき、そうそう、なんで合体になったかは秘密秘密。それでさ、そのあの皆さんから歌うまい子って誰とか聞かれるんですよ、よく。あの STU で歌うまい子誰みたいな聞かれて、で私が答えるのが、うん、菅原咲ちゃんとまりなちゃんとほのたんかなって言うじゃないですか。いつも見てくださってる方なら多分わかるんですけど、そのぐらい私が言うぐらいあの歌がお上手なんです、3人とも。でトロコッコはあんまり聞いたことないんですよ歌をそう、じゃけんわからんのですけど、トロコッコは、コッコとかほんまに歌わなくて、私の前で。トロブさんはなんか、でもトロブさんは STU の中で一番、なんか一番ではないかな、なんかミュウミュウと同じぐらい、ちょっと待って、ミュウミュウと同じぐらいあのアイドルっぽい歌い方なんです。そう、コッコは歌わんのんじゃけど、なんでコッコは AKB の先輩と面識あるのね、それな、わかんない。
キャノンがみちゅがスペック高いって褒めてた。スペックって何？実はコッコはノーアルだかは。詰め隠してんですかまだ。歌のレッスンとか。そうそう、コッコは今滑舌的に難しい。いや違うんです、滑舌があの悪くなる前からあの本当に歌わないんです。田中は前にみちは歌う前から一緒に歌うの嫌だって言ってた。そう、なんか前コッコとあのココアちゃんと一緒に配信した時に、私が歌っ、私とコッコアが歌ってたんですけど、なんかコッコは歌わなかった、歌いたくないって言った。トロブさんは、うん、かわいい歌、アイドルって感じの、下手じゃない、本当にトロブさんもうまい。コッコはわかんない、聞いたことないから。トロブは、トロブはうまい。歌がめっちゃ好き、ありがとう。みゆみゆ声優みたいね。トロブさん配信で歌ってたことあった。そう、あのカラオケ配信ね。マッチさんの長い、セイナとユニット組むことになって嬉しいですか？めっちゃ嬉しいです。そうそう、嬉しい。歌うまい、ギター弾ける、弾けん、性格いい。そうなん、言ってくれとったんですかそうやって。あれかのんちゃん、え、みゆみゆ来た、スタイル良くない？ JK なんで JK がある、綺麗。あ、ほんまじゃ、ウサミンじゃん、アバター、アバターじゃない、なんていうん、アバター。ココは歌うまいってなーちゃんが言った。うん、歌うまい。そう、声優ちの声届きはめっちゃ面白かった。欠点ない、いや、あります、欠点。アバター、ウサミンじゃん。ここはめちゃめちゃ足速い。そうなんですか、ウッシーさん名前間違えた、ウッシーさん名前間違えた、ユリミやって、ST は生歌でいけるよね。そう、私の友達があの命の歌を見に行ったんですけど、友達が、そう、それで ST の子歌うまかったって言っとった。そう、さすがです、初見です。イクミンラブさん、ありがとうございます。みゆみゆ可愛くないわ。よく歌うのは何？なんじゃろう。楓さん初めて来ました、ありがとうございます。声優ちは推し集まってる。そうなんじゃ。みーみー宿題ちゃんとやってって言ってる。みちゅー歌姫多いよね。そう、はいはい、だってみゆみゆ、みゆみゆの推しはね、みゆみゆの推しはあれよね、あれよね、あの、あずさちゃんよね。そう、ちょっと聞こえた前。 TF 楽しみねえ、ほんとに。土屋さん、うん、初
見です。ありがとうございます。いや、よりもできる。うんだって。ほら、あずさちゃんかっこいい。ほんとにかっこいい。藤原あずさちゃんかっこいい。あともう一人いるけど。そうなん。あとイコラブのあんちゃんと仲いいよね。そう、あんちゃんが会いたいって言っとった、みゆみゆに。なんかティフで会えたら、なんかなんて言っとったっけな、ティフで会えたら、ティフで会いたいな、会いたいですって言っといてって言われたけど、言ってなかった今言った。みんな言うね、あーちゃん。そう、めっちゃかっこいい、あーちゃん。今日カノンと千穂ちゃんのショールームがつながって面白かった。なんで？ショールーム便利。そう、藤原あずさちゃんはね、かっこいい。みちも仲いい。そうそうそう、あんちゃんはね、もともと友達だったっけね、あんちゃんは。そう、みゆみゆ惜しいって言っとった、あんちゃんSTU でみゆみゆ惜しいって言っとったよ。この前の握手会で三好って書いてあるボードをつけていた人です。わかりますか？わかります。お互い見ながらやった。そうなんじゃ。ハートコメントかわいいみゆみゆ嬉しいふわふわしとるわ、かわいい。友達、広島の友達がティフ行く。おお、すごい。明日のカープコは道でも出るんですか？出ます、明日。明日出ます。道じゃないんか。あ、なんか私はもう友達で、なんかまあまあ推しみたいななんて言えばいい。でも、うん、言ってくれてはいます。でもあんちゃんは、そうそう、ふーちゃん推しやけど歌もダンスも。でも、え、ふーちゃん歌もダンスも上手、本当に。ふーちゃんは歌もダンスもいいけど笑顔もいいし、本当にかわいい。カノンがみちが一番ポテンシャル高いって言ってた。嘘やんふくらパンさん覚えてます。カタカタホイいいぞ。ノブさん、クマありがとうございます。ハートいっぱいつけてるとふわふわしてかわいいな。僕もやろ僕もやろ。明日のみんなのテレビ見てください。マリホ水族館、マリホの食品サンプレーさん、マジですごいね。おお、行ったのか。ふーちゃんはもうほんまにかわいい、カープっ子はね。生放送ですね生放送ですよ、やばいやばい、キャー。歌もダンスも良くない私みんなみゆみゆみたいになってる。ハートがついてる。マッチさんとかっちゃんさんくまん、みんなのテレビ、ようさん、みゆみゆが普通にコメント参加してるのね、嬉しい。スカパラダさん、東京でも東京。スーさんさん、ハートありがとうございます。今日も癒されてるっぽい。何が？ふーちゃんに？そう、ふーちゃんね、笑顔がかわいい。みちまた、みちまたはほのたんって書いてある。本当ですか？なんか初回は二人って書いてませんでした？めっちゃみちやばいよ。みゆみゆ何が何がやばいですか？みゆみゆもうティフに向けて高まってる。やった。そうさん。待って、みんなハートつき始めた。ジュンジュンさん、サボさん、ありがとうございます。大阪から見たいわ。めっちゃ歌うまいし、ダンスもやばい。え、ほんまに全然。みゆみゆもやばい。
なんかすごい、もうなんかすごい。すごい、俺のこと覚えてる、覚えてます。ケンイチさん、初見です。ストーチの声で笑わせてしまって申し訳ありませんでした。お、声打ちの声ですか。ふーちゃんかわいいね。早く広島転勤になりたい。カワプッコ何時から、何時だっけ。テレビ見てる人に何かポーズ。テレビ見てる人、お、りょうさん今日誕生日なので祝ってください。あ、りょうさん、お誕生日おめでとう、おめでとうございます。りょうさん、待って、すいなさんの似顔絵描いてなかったけど、あれか、迷惑っていうか失礼になったらダメだから。りょうさんはどうしよう。りょうさん書いた方がいいですか。大好きこれ。みゆ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 実はいつも見とる。さっきみゆみゆの配信見た。近かった顔が。しょい、はい、おめでとうございます。真ん中にいかん、イエーイ。あ、どっち、はい、イエーイ、おめでとうございます。丸い。そうか、プコ TV。 あ、双剣ビティさんこんばんは。明日は2人って書いてあるの見たよね。初回は2人って書いてあったでしょ。くしゃみとかしたら、うん。明日はドラクエしないで見ます。おお、私もドラクエ買ったんです。買ったんですよ。そう、課題が終わってからやります。じゃけん課題やらんといけんのんよ。でもなんかやる気が起きなくて、どうしよう、推しになろうかな。ありがとうございます、ぜひぜひ。ぜひぜひ。カノンが好き、そうなん。今日はハート配信、そうやね。みゆ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 ハートじゃん。ふーちゃんが好き。みんな好きじゃん。愛媛行ったことある、1点差で勝ってる。お、やった。孫さんのハートが多すぎる。コッコのカクカクなダンスみたい、カクカクなダンスみたい。声の質が最高に好き、ありがとうございます。猫計算、みちとちほちゃんも言う好き。お、やった。ハート。みんながりょうさんにおめでとうございますってハートしとる。久々見て、ありがとう。なんで東京で放送、まあ広島ですからね。せいちゃんも今日誕生日、そう、今日の0時01分にしました、送りました、お誕生日メッセージ。画質が悪かったん、え、そう、私はよく見えましたよ。みゆみゆはね、釣り師ですよ、マッチさん。みゆみゆはね、釣り師。
今年もあと5ヶ月ね。門脇さん、今村美月ちゃんよろしくお願いします。え、みゆみゆによろしくされた。やばいやばい。みゆみゆって誰ですか？STU48 の門脇みゆなちゃんです。本物ですかよね。ですよね。これ本物じゃない？明日録画 OK です。おお、どうやって見るんこれ、本物じゃんですかって。そうそう、初回のみ2人いいよでしょ。え、アバターたち、あのパソコンからできん、やり方がわからん。痩せました？私みちゲーマー、そうそうです、そうです。 3DS です。 3DS の方やった、やったじゃない、買った、買ったっていうか買ってもらった。そう、ゲーマーズ門脇本物、あーよかった。さあどっちでしょうって。ドラクエからやろう。いやいや、しゃもじの家で三月入りしゃもじを買ってしまった。ええー、本当ですか、すごい。課題、自然の方言かわいい。ほんまにみゆみゆの方言聞いたことないかも。淡路島だっけ。ドラクエ配信は俺も買うかもやってるね。買い、ショールーム見てもらってドラクエ全然すまん。あらあら、ふーちゃん推しが通ります、ありがとうございます。おでこにハート。それな、声打ちの結成話をほのたんが朝配信で言ってた。え、本当ですか。そうそう、お、4時48分から7時の間らしい。みんなのテレビがその時間か。バキバキダンス、千穂ちゃんとは昔から仲いいの、ウビーカさん。そう、仲いいですよ。なんか STU の足では一番先輩、うん、一番先輩。え、一番先輩、いや、え、どうだったっけ、アリちゃんが結構、え、アリちゃんが自分より先輩かも。え、どうじゃろう、アリちゃんは結構昔からおる気がする。あれ、どうだったっけな。アリちゃんが先輩かも、アリちゃん長かった。でも、うーん、千穂ちゃんよりは先輩だけど、アリちゃん4歳から、え、そう、キッズからおるけん、え、先輩なんかな、アリちゃん。アリちゃん今何歳、12歳か。じゃあ8年。ミニアさん、アリちゃん21期。あ、よかった、自分の方が先輩。先輩や、私の方が。いや、あの半年先輩、半年でも、アリちゃんと半年先輩、そんな変わらんわ。そんな変わらんかったわ。でも危ない危ない、千穂ちゃんは、千穂ちゃんは多分先輩、私が結構先輩なんですけど、でも千穂ちゃんはめっちゃ好きだ、めっちゃ好きだったっていうか、なんか、なんて言えばいい、そのスクールの中でもめっちゃ可愛くて、
好きで、今も好きなんですけどそう、可愛い、可愛くて、本当に自分のそのイコラブのあんちゃんとかもずっと可愛いって言っとって、そう目立っとったと思う。そう、それで、そう、私の過去形じゃない結構仲良かったっていうか、仲良かったと思うし、私は今も仲いいんですけど、そのあれですよ、スクール時代としての話をして仲いいと思うし、そう、自分は千穂ちゃん推しだった。本当にほんまに千穂ちゃんを推してた。マリナちゃんはそんなにあのいてなくてその在籍期間が少なくて、あんまり話してないんですよ。ですねですね。うんさん、奇遇ですね。自分も千穂ちゃん推し。あら、そうなんですか。コッコかと思った。森かなさん、ありがとう。あ、森かなさん、握手来てくださいましたよね。ありがとうございます。みちは A グループだったの。A グループ、A クラス、B クラス、C クラス、D クラスっていうのに分かれてるんですけど、 A がちっちゃい子、中学生入るまでぐらいのちっちゃい子で、 B が中学生から高校、中学生ぐらいで、 C が高校生ぐらいで、 D がその高校生のまあまあできる方の人たちなんですけど、そうそう、そうです。だから私は A じゃなかったです。僕も20期なんで先輩ですねそうなんですか。覚えててくれて嬉しい、ありがとう。そう、覚えてるって言われて、覚えてますって言ったけど、そう、覚えてましたよ、本当に。カープ勝った、お、カープ勝った、やったー、やったー。話してないとかバラすな。でも、あ、お姉ちゃんいるのは多分皆さんご存知だと思うんですけど、そう、お姉ちゃんと本当にそっくりで、もうなんかマリナちゃんは、マリナちゃんは何歳ぐらいじゃろ、でも小学生の時から見てたから、マリナちゃんのことは、なんか本当にちっちゃい時からあのお人形みたいで、見た目がっていうか本当になんかお人形みたいで、本当じゃ阪神4対3お、そう、なんかお人形みたいだから覚えてた。お姉ちゃんとすっごい似とって、本当に見分けがつかないぐらい似てます。鞘師里保ちゃんと話したことあります。ツーショットも2回撮ってもらった。加入前の話めっちゃするわ。え、聞かれたら、だってでもそんなになんか、なんで、言わん方がいいかな。鼻筋さん、ありがとうございます。お久しぶり。トップじゃない、トップじゃない、ディスってない、何が姉みたい、あ、姫たんじゃなくてマリヌちゃんが似てる。お人形にもいろいろ、なんじゃろ、お人形にもいろいろ、フランス人形、え、なんかもうとりあえず目がでかい、目がでかくて顔がちっちゃいやつ。そう、 A グループ、 A クラスはね、こうよ、スプラは D がほとんどだけど C もおりましたね。でもそれは年齢のところ、年齢がまだちっちゃいけどみたいな感じ。声打ちが気になってきました。あ、ありがとうございます。イエーイ、嬉しい。みつきさんって番長だったって、本当番長じゃないよ。そう、なんか
聞いてください。届きました、ありがとうございます。4通ありがとうございます。全部読みました。あ、めっちゃ字綺麗でした。びっくりしました。そう、なんか STU に入ってきて、入ってきてじゃない、 STU に入って、あの千穂ちゃんがなんか私のことを何だったっけ、美月さんって呼んだらしくて、そう、美月さんって呼んだらしくて、それをなんかかのんちゃんとかふーちゃんが聞いとって、あの送った方の住所は見えてないです。これは行き先ですね、宛先。そう、美月さんって呼んだらしくて、私のことを。そう、皆さん字綺麗でした。裏見えた。あ、でも宛先、これも宛先、これも本当に字綺麗でびっくりした、嬉しかったです。3つ目嬉しかったです。ありがとうございます、ありがとうございます。いっぱい書いてあった。これ分かりました、裏のやつすぐ分かりました、ありがとうございます。そう、美月さんって呼ばれたらしくて、私は知らなかったんですけど、それを。で、あのそれかのんちゃんとかふーちゃんが聞いとってから、なんかスクール時代いじめてたんでしょって言われて、いじめてないよって言って話してました。でもそれを恐れてない、本当に。それでも、それでなんか、まあ結構ふーちゃんとかかのんちゃんと一緒にいるんですけど今、で千穂ちゃんになんか怖くないよね私みたいな言って、そう、怖くないよねって言ったら、でもスクールの中で一番優しかったって言ってくれたんです。そう、自分が聞いたけかもしれんけど、本当にいじめてないね、もういじめてないんですよ本当に。読んだ、千穂来た、千穂ちゃん来てないよね。マリナちゃん人見知りや、靴隠したりしてませんよ。それはやばい、言わせたんかね、言わせたんかな。聞いてみて、でも聞いてみてください、直接。あのファンレターってどのぐらいの頻度で渡されてるの、え、わかりません、わかんないけど、最近なんか早い気がする。優しそう、本当ですか。スプラで一番仲良かったのは、誰だろう、みんな仲いいから一番はいないですね。みんな仲いいけど、半月に1回、なんじゃろう、どんぐらいじゃろう。送ります、 ありがとうございます、やった、アリちゃんみちゅーっていう、そうなん。まなみのりささんは、りささんが仲良かった、私は、うん、憧れね、りささんに憧れて入ったので。ひめちゃんも優しかったです。聞いてりっちゃんって呼んでるんですけどね、いつもは。じゃ、なんか敬わないとなって思って。そう、ゆうりちゃんは仲良かった、普通にあの広島のお祭りとか行ってました。姫田のリボン聞いてください、アリちゃんとかさ、あのねえ聞いて、あのそう、アリちゃんとか千穂ちゃんの配信に行って、優しかったですかって聞いて。アリちゃんはさ、多分優しかったって言ってくれるよ。
はあちゃんとは最近会った、会ってないんです。はあちゃんとは会ってないけど、会ってないけど会おうねって言った。なんか私が東京、握手会で行った時に「今東京来たんでしょ？」って言われて「そうそうそう」って言って話しました。「今度遊ぼうね」って。とりあえず僕と花火大会行きましょう。タカさん、じゃあ宮島まで来てください。田中にも聞いてみる。あ、家入れ片付けそう。それはやばいね。ありちゃんは絶対行こう。怖くないよ。私は、はあちゃんとは誰なの？はあちゃんはパレットの神田葉月ちゃんです。怖くないよ。マニアック、ごめんなさい。ほんまに優しいって答えるしかない。まあ確かにね、つけまつげしてないよ。どうやったら私があれなんですかね、いじめてないですよっていう、わ かりますかね皆さんに。お、ほら、みゆみゆがめっちゃ優しいって。ほらでしょ。みんなジョーク、まあ分かってます。聞かなくても分かる。見たら分かる。おお、見たら分かる。だって嬉しい。いじってる。スペラ同期の子はアイドルネッサンスの石野莉子ちゃんだったんですけど、めっちゃ仲いいです。否定しても怪しいし、肯定しても信じられるね。ほんまに。ジュースジュースのダンバラちゃん好き好き、歌大好き。新曲 あんま俺の千穂ちゃんとみゆみゆと石田みなみにきつく当たらんじゃなくて。当たってないです。ほんとにほんまに当たってないよ。みゆみゆかわいい。どうでも悲しいわ。トロブちゃんは 2DSLL 見ましたか？トブロちゃん欲しい。そう、 2DSLL 私も持ってるんです。デイトン教授はやってますか？私トロブちゃんじゃないんで分かんないですね。多分やってると思う。そもそもなんでみちがいじめてることになってるのか。なんか千穂ちゃんがいきなり私のことをみつきさんって呼んで、それをふーちゃんとかあれです、かのんちゃんが聞いとっていじめてたんじゃないのって言われたから、そこから始まった私の。本当に美月が優しいなら優しい先輩だよなんて書かない。そうなんかな、優しくないんかな。悪女時代さんも仲いいと思ってます。私は結構配信来てくださったりしてて本当に嬉しいです。みちきさん、はい、悲しいわ、悲しい。一番歌がうまくない。一番じゃない絶対。ダークモード、実は怖いキャラ。 キャラ作り風かかる。どういうことですか風かかるって。私のママはいないですよ。さんつけなさいって言ってない。あ、でも私の任天堂スイッチ買いたい。私の、あ、みゆみゆありがとう、バイバイ、ありがとう。
た。私も見に行きます今度。おちょちゃんがみちの歌声一番好きって言ってた気がする。そうなんじゃ、なんかおちょちゃんは言ってくれるよく、なんかなんだったっけ、優しい感じみたいな。綺麗とか綺麗とか、ゆみりんがこの前みちは欠点がないって言っとった。そうなんですか、なんかみんな褒めるじゃん、じゃけなんか怖いとか言われるんですよやばいやばい、大変大変。おっさんとバレたから米が全然、え、バレてないです、おっさんなんですか村新さんあ、マナティさんこんばんは、イケイケジイケ、そうそう、みつきさん、でも私の褒められすぎね、それな、今日トロブちゃんとコッコだった、コッコに会ってないけどトロブちゃんはうん可愛かった。みちはいつも俺に優しく微笑んでくれた印象しかない、だってだって葵ちゃんと仲良い。 2DSLL はどっちですか、白白オレンジ、意外と女子なんだ、意外とって何でもあの何あーそのあの中学校の時のあだ名はみつきさんだった、みつきさん、なんか友達からもみつきさんって言われとった、なんでか分からんけど、うん姉子なんかもしれん、姉子肌なんかもしれん、姉子や、様じゃない様じゃない様じゃない、みちの歌うまいねって言ったらレベルが違って返された、ゆみりん、ゆみりん褒めすぎ、ゆみりん褒めすぎ、今日もなんか私が帰るときにあのなんかありがとうございましたみつき先生って言ってきて、ゆみりんが先生じゃない先生じゃないって言ってました、ゆみりんそうそう、姉御肌っていうことにしとこう、私は今もお友達にみつきさんって言われてるの、うん、中学校からの友達はみつきさんって言っとる、言われてます私は。ゆみりん絶対みちのこといじってるね今村みつきちゃんになら何でも買ってあげるそういうの言ったら怖いって言われる、また本当にあのやめて、本当に握手会でなんて呼べばいい、何でも何でも大丈夫です。福岡今日花火大会、わいいな、まるまるさんは近くで見たらカワウソみたい、誰だボス、ボスじゃないよ、姉さんって呼ぼう、やだ、みつきさんやめて、本当にSDA も福岡でイベントやってほしい、やりたい、福岡大好き ほんまにもうやだ、ほんとにやめてみつきさんはやだ、距離がありますよね、だってあれですよ、中学校でみつきさんみつきさんみつきさんって言われてたんですよ、いやいやいやなんかいきなり、そうじゃんけん大会本戦出れるんです、今来た、ありがとうございますチカチンさん、眠、今村さん、今村さん
裏のボス、違う違う、裏のボスなんて、かっちゃんさんも距離ある、確かに、みんなにさん付け。え、もやし大好き、もやし、もやしと、もやし大好き、もやしで生きていける気がするほど大好きです。マリコ様、あ、確かにマリコ様、マリコ様的ポジションですか、みつき様。でももやしといえばユミニン、そうなん、そんなに好きなもやし、ユミニン、何だったっけ、何言おうとしたんだっけ、忘れた、もやしシスターズ、青汁は飲まん、何言おうとしたか忘れた、生でもやし、わあ、何言おうとしたか忘れたわ、生で食べた、うん、あ、そう、マリコ様は、そう、今日コメント早くて全然読めない、ごめんなさい、マリコ様はあれなんです、あずさちゃんがあの拝んでいるので、拝んでいる、慕っている、神々しい拝める感じ、本当ですか、敬っている、そうそう、敬っている、マリコ様になりたいらしいです、あずさちゃんはね、私は、はい、13位そうさん、12位、アフロさん、11位ゲンさん、10位アフロさん、12位ライザンさん、9位アマズさん、8位マサトさん、7位モーリエンドさん、6位マモルンさん、5位ヨタビーさん、4位ノブさん、3位スーソンさん、2位マチタツさん、1位プンさん、ありがとうございました。ノブさん久しぶりか、ありがとう、今日ギター弾かないの、あと1分2分しかないごめんね、もやし、そう、昨日じゃないわ、え、意外と自由、本当ですか、そう、私はなんかミーヨンさんに会いたすぎて、最近なんかやばい大変、ありがとうございました、ミーヨンさん押してます、課題頑張ります、バイバーイ、バイバーイイエ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 イ、おやすみなさーい、バイバーイバイバーイ、そう、せいちゃんさんおめでとうございます、お誕生日、福岡せいなさん